先手 DJ 春ラストチューンです。ラストチューンこっちからとも最後だよね。イワシの刺身これもともと食ってるのを見たことあるんですよ、うん、意外と食える生のイワシめちゃめちゃうまそうに盛り付けられますよねもうわさびも大好きなんでうまそうだね。いただきます。おこれこそ白米です白飯大好きです。おチーズケーキは残しましたけどね。大好きです。わさび染みてないちょっとわさび強すぎじゃないですか。わさび染みてるそれとも何おーおーおー汗だなんかやっぱイワシといえばわさび来てるんですよ。ジョンさんの気がしまあ、だから俺基本的に匂いがダメだから、はい、結構匂い強いですよね。まあでもイワシはね、イワシなんですけどまあ焼きは大丈夫って知ってんすよ。要は生だし、だから焼きにしたでしょ、はい、来たそれ。だからレアチーズケーキもレア生だから、だから貝はないんですよ。焼きにしたらあれなんですよ、春にバレるんですだから要はだからその貝はないってことですよ。いやー攻めるなー。だって生ガキ食えないのに焼きガキ食えるんだったら生ガキ食えないけどバター系とか結構強いんですよそれ知ってるんですよ。けど俺は貝が苦手だから出してきたみたいな。あー2は生姜じゃないですよ。まあ、後で、実食の時にすごすぎるな。そこの生姜って言われてもこれヤーマンがこれで持ってきたからアジとかイワシは生姜っすよ、はっ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 。いやでもわさびでもわさびで食う人初めて見ましたよ、ね、厳しい。イワシの寿司出ても上にわさび、生姜乗ってますからね。それをガンガンわさびに乗っけて食う人初めて見ましたよ。でしょでしょ、出った時のでしょでしょそしてからのからのからの役所だからね、これだけじゃ読めないっすよね。まあ僕はもう大丈夫ですけど、ハルさん、あ、全然ハルさんも大丈夫よっ。ね、タムさん無言だなもう今主演男優賞狙ってます。春が肉系で嫌いなものなんてないんだから。うまいっす。いや絶対嫌いなわけないんですよこれ使いにいいっすよね本当このままだ本当多分普通に食いに行っても同じこと言うと思う春がカモ嫌いなんてことはありえないんです。生きるね、さっきからね、知ってるんです意外と知ってるんですよ絶対にグリーンピースなんですもっと攻めて出してもっと攻めてではそろそろ筆入れの方をしたいと思いますので、大丈夫いつもお願いしますね、ちょっとでも、いや、いいよ、迷うんです。俺全部これだから。任せて。じゃあ、完璧だな。ほっほーほっほー絶対勝ったぜ、ほっほーこのレールそれでは先手 DJ 春披露ドスンドスン。はいはいはい、イワシの刺身。それはなぜそう思われましたか。
なんかわさび的な感じと、あと生臭さ。ほっほー多分ね、こう食べた後にこう鼻につく匂いが多分ね、ダメだと思うね。で、あとその一口目に食べた時の反応はもう他の2品とは全然違う顔して、もう顔が全然ちょっと違う。あとやっぱ貝も焼けばいけるっていうのも分かってたし、チーズも意外と食えるんですよ。まあっていう感じで、ここら辺で、うん、では5点 DJ とのヒロピラフ、ホッホーホッホーグリーンピース1本ほっほー。売れない男だなぁ。ほっほー。サイン練習してきてますよね、これ。これ毎朝に自分のタグの日刊スポーツで練習してます。それでは同時に実食実食ほっほー。ほっほー。一口食べた後好きな場合は大好きです。嫌いな場合は周りの人全部いっちゃうな、これおおおおおさあ、ハルさんの方はくっさい、イワシ参りました。このピラフはどんなところが？いや、ピラフは好きなんですけど、やっぱパンチアウト理解力がある分かり合ってんな。グリーンピースが来てあお前飛ぶなよ飛ぶなよお前ここで。そうお前、これでもカモセイロもちょっと怪しいなと思ったけど、カモセイロ食ったことないですよ。いや、だから好きそうな風で出してきてるのかなと思って。何マグロの漬けだけど、わさびだらけ。じゃあ、最後のカットいきます。はい、松尾お願いします。いや、レッツゴーカモン。というわけで、天国と地獄第1回食わず嫌い王選手権は見事、相打ちとなりました。いや、イエーイでしょ。というわけで、最後にハル君よりもう一度、オフィシャル CD の、はい、6月9日、デリシャスバイナルからオフィシャルムックの日だ。ザオフィシャルムックを出します。今絶対なんだ。すっげえいいんでみんな聞いてください。おー。というわけで最後罰ゲーム、お二人の罰ゲームが江口の方から、じゃあこちらの、うわ、ぐっさどこいたのぐっさ。これをせーので一気に食べて、今回天国と地獄食わず嫌い王選手権これにてお開きとしたいと思います。ではラストお願いします。せーの、ナイスファイナイスファイ。デリカスミックスローストいいです。全然ない。めっちゃ超涙目。なんで？超涙目。タカさん中身は？口の中がホッホーホッホー。わさびだらけのお寿司だったっていうところですが、意外にリアクションが地味だった二人っていうところで。天国と地獄これにて終了です。